株式会社 TBS ホールディングスは日本の認定放送持ち株会社。参加に関東広域圏を放送対象地域とするテレビジョン放送の特定地上機関放送事業者である株式会社 TBS テレビ関東広域圏を放送対象地域とする中波放送の特定地上機関放送事業者である株式会社 TBS ラジオ。 BS デジタル放送の衛星機関放送事業者である BSTBS を収めている。1951年に株式会社ラジオ東京として設立、設立当初は一般放送事業者として周波放送事業を1955年にアナログテレビジョン放送を開始。在京民間放送唯一のラテ県営局となり、コールサインのジョークレからラジオは KR ラジオ、テレビは、KR テレビと称する。1960年10月10日には、東京証券取引所に株式を上場。同年11月29日に称号を、株式会社東京放送、略称を TBS に変更した。2000年3月21日、東京放送は経営の効率化を目的に、 ラジオ放送制作部門とテレビ番組制作部門を子会社に分割。2001年10月1日、ラジオ放送制作市会社の株式会社 TBS ラジオコミュニケーションズに中派放送免許を承継し、中派放送事業を完全分割した。この動きは将来の持ち株会社制への移行を想定したものと言われている。2009年4月1日、 株式会社東京放送ホールディングスに、称号変更、放送免許の承継を含む、テレビジョン放送事業及び、文化事業の現業一切を連結し会社である、株式会社、TBS テレビに分割して、純粋持ち株会社化し、総務大臣から認定された日本で2番目の、認定放送持ち株会社となった。2020年4月1日、 TBS グループの新 CI 導入によるロゴ変更に伴い、東京放送ホールディングスも新 CI が導入され、ロゴも一新した。同時に、従前から使用されていたシンボルマーク、ジンも使用終了となった。2020年10月1日、株式会社東京放送ホールディングスの略称として、用いてきた株式会社 TBS ホールディングスに称号変更。 これにより、60年にわたり、掲げ続けてきた、東京放送の名が、東京放送健康保険組合、東京放送診療所、t b s テレビの英文社名、東京ブロードキャスティングシステムテレビジョン、インク、を残し消滅した。テレビ放送事業は2004年10月1日付で、先に制作会社として設立されていた、株式会社、t b s テレビに、 放送と経理以外のテレビ放送事業の現業全般を業務委託した。これにより、東京放送自身では番組制作を一切行わないこととなり、実質的にテレビ放送事業を分社化していた。業務委託化に伴い、東京放送所属のアナウンサーが TBS テレビへ出向となり、翌年から入社のアナウンサーは TBS テレビへの採用となった。 2009年4月の放送持ち株会社以降の際、放送免許の承継を含めテレビ放送事業のすべてを TBS テレビに分割した。同時に東京放送から TBS テレビに出向していたアナウンサーは、同日をもって全員が TBS テレビへ自動的に転籍した。ラジオ放送事業は2001年10月1日付で、 先に制作会社として設立されていた株式会社 t b s ラジオコミュニケーションズに放送免許証券を含め全事業を分割した。2009年4月の放送持ち株会社以降の際デジタルラジオ事業の運営を t b s ラジオコミュニケーションズから当社へ移管した。2016年4月1日付で株式会社 TBS ラジオコミュニケーションズから対外故障、呼び出し名称に揃える形で称号を、株式会社 TBS ラジオに変更した。ラジオ送信書の保守管理は、分社後も東京放送が引き続き受託していたが、2009年4月の放送持ち株会社移行後は TBS テレビに関して引き続き委託していた。現在は自社で保守管理を行っている。 アナウンス業務も同様に東京放送 TBS テレビ所属のアナウンサーが行っているため自社ではアナウンサーの雇用を行っていない本来の略称は TBSR&CTBSR であるが本来 TBS テレビが使っている略称とまとめられる形で TBS と略されるため本来の略称は全く定着していないまた 競合局の日本放送や文化放送と同じ法則でコールサインを略した KR も使われていることがある。赤坂サカスのイベント、赤坂ブリッツ、赤坂アクトシアターの運営や各主催時の開催等の文化事業は2009年4月の持ち株会社制以降の際に全事業を TBS テレビに分割した。TBS ホール TBS テレビに関する事項は TBS テレビ遠隔を TBS ラジオに関する事項は TBS ラジオ遠隔を参照 TBS 筆記体ロゴ級社屋竣工当時の外観ローマン体ロゴロゴ変更後の社屋業務用出入口付近写真左側の看板に旧ロゴが写真右側の看板には新ロゴが掲示されておりロゴが混在している様子前述の通り全員が TBS テレビに所属しているため TBS ラジオと BSTBS BS でのアナウンス業務には TBS テレビから出向して従事する。なお同様の体制は STB ラジオ、CBC ラジオ、朝日放送ラジオスカイ A、MBS ラジオガオラでも採用されており、事実上のラテ県営局共通の特徴と化している。詳細なプロフィールはリンク先を参照。 TBSHD は、参加の放送局による放送での技術、コンテンツ以外の資産を抱えている。不動産においては、本社、演奏所、TBS 放送センターのある、東京都港区赤坂の赤坂サカスの土地、建物をはじめ、横浜市青葉区の緑山スタジオシッティなどの不動産を、保有している。半導体製造機器メーカー。 東京エレクトロンの創業時に出資しており、同社の大株主である。また、プラザスタイルなどのリテール事業を営む、スタイリングライフグループの筆頭株主にもなっている。これらを含めた、t b s h d の保有株式も貴重な存在である。口述のように、大口の安定株主がいないという状況から、買収の対象とされやすいと言われていた。 初代社長の足立氏が三井物産出身であったため、同社や三井不動産と近しく、メインバンクも、前身のラジオ、東京設立当初から三井住友銀行である。TBS 放送センター内に設置してある、企業内 ATM も三井住友銀行の ATM だけである。また、JNN、JRN 共同災害募金の講座も、 同行の赤坂支店にのみ設けられている。2009年に三井グループの社長会である、二機会や、三井行災研究所等に加盟したことからもわかる、通り三井色の強い企業ではあるが、設立時の経緯に鑑みるに、三井直系企業ではないため、三菱グループや第一関銀グループとも親しい、関係にある。このため、TBS のサブメインバンクである、 東京三菱銀行や第一官業銀行、東京海上火災保険、安田火災海上保険も、一時期 TBS の大株主であった。かつての三和銀行とは、取引がなかったが、赤坂通りを挟んで、旧 TBS 社屋のすぐ目の前に、三和銀行赤坂支店があったため、旧社屋時代は、TBS のメインバンクだった、三井銀行ではなく、三和銀行を、 給与振込口座に指定している従業員が多かった。しかし、現在の TBS 社屋には三井住友銀行の ATM が設置されているため、三和銀行の後ろ身である三菱 UFJ 銀行を給与振込口座に指定する従業員は、旧社屋時代よりも少なくなっている。東京放送は遠隔の項で述べた通り、もともと セリネが4社を統合して設立された会社であり、そのうち3社が新聞社をバックに設立された会社であった。開局当時、ラジオ東京のスタジオは、東京、有楽町の毎日新聞と同じビルに置かれ、人事面でも毎日色が強かった。これは、上機各社のうちで、ラジオ日本だけが順調に開局準備を進めていたことや、 ラジオ東京成立後、ラジオ日本が建設した演奏所以外の場所で開局すべく準備していたが、適切な場所が見つからずやむなく、ラジオ日本が建設した演奏所を使用することになったこと、またレッドパージで毎日新聞社を退職した者が多く入社したことによるものである。しかしながら、ラジオ東京はこれら新聞各社とは一線を画し、徐々に、 新聞医支配からの脱却を図っていった。ニュースについては、1955年9月の砂川闘争の取材より、ラジオ東京独自の取材による内容をニュースとして放送することが認められ、以降臨時ニュースを中心に独自取材のニュースも放送されるようになった。ラジオニュースは、開局当初よりお見売り、朝日。 毎日の順番で1日交代制による三者ニュースとして放送しており、編集権は一切新聞社が掌握していた。このため、出向者が異なるたび、同じ題材を扱うニュースの内容にそごが生じる結果となり、ニュース編集方針に一貫性を欠く嫌いがあった。テレビニュースは自社制作ながら月から土曜日の夜に、 三社ニュースの枠が設けられ、読売、朝日、毎日各社の記者が出演して放送された。後に、テレビ版、三社ニュースは、各社制作のニュース映画に変わり、放送時間も夕方に変更された。1959年に JNN が結成される際は、地方局のほとんどが、地元新聞社と深いつながりがあったため、ラジオ東京は、 特定の新聞職を出さない条件でニュースネットワークへの参加を地方局に呼びかけた。このため同じ新聞3社が出資していながら読売色が強かった。日本テレビに対してラジオ東京は全国ネットワークの形成で優位に立った。1961年創立以来均衡を保った新聞各社出身の常勤役員は毎日出身者のみとなったがかえって これら毎日出身役員を中心に自主性が強まり、むしろ新聞色の薄いつぼねと呼ばれるようになる。1963年、東京放送は新聞3社とラジオニュースに関する覚書を交わし、同年4月より海外ニュースを共同通信社経由に切り替え、一部 TBS 自主取材のニュースを新聞社提供ニュースに挿入できるようになり、 編集権の自主権を一部確保した。1973年12月20日、読売、朝日、毎日の各首脳が覚書を交わし、読売と朝日が持つ東京放送株は毎日へ譲渡されることとなり、翌1974年2月25日に実施される。このため4月からテレビ、三社ニュースはは毎日新聞ニュースだけになるが、 ラジオの定時ニュースタイトルは TBS ニュースに変更。完全に編集権は東京放送側に移った。5月30日毎日新聞社と東京放送は両社社長連盟で相互の協力関係と独自性の尊重を謳った覚書を締結。1976年3月テレビ開局以来の毎日新聞ニュースが打ち切られ、 代わりに、夕方のローカルニュース、テレポート TBS6 に、毎日新聞が協力することとなった。1977年、毎日新聞は、経営危機の克服のため東京放送株式の大部分を放出。また逆に、毎日新聞新社設立時には、東京放送が出資することとなり、完全に両社の立場は、対等となった。 1978年、ラジオのプロ野球中継で、読売ジャイアンツ主催試合を中継するため、放送権を持つ、読売新聞社と交渉に入り、10月に、読売新聞協力の報道、情報番組を放送することで、1979年、以降のジャイアンツ主催試合の放送権を確保した。こうして4年ぶりに、ラジオでの、 読売新聞ニュースが復活したが、1992年に、テレビでの東京佐川急便事件報道で、読売新聞社と係争関係になり、ラジオナイターの独占中継権も覆ったため、1993年に、読売新聞ニュースの放送を中止し、現在に至っている。東京放送ホールディングス及び、東京放送の資本構成、企業、団体の名称、 個人の肩書きは、当時のもの。出典、1966年3月31日、1978年3月31日、1992年3月31日、2003年3月31日、2011年3月31日、2011年,月2011年9月30日、2015年3月31日、2016年3月31日、上記の、歴史から、 東京放送は在京キー局で唯一新聞社との関係が薄く、大口の安定株主が存在せず買収されやすいと言われていた。2005年2月のライブドアによる日本放送株取得を受け、日光プリンシパルインベストメンツに新株予約権を割り当てるポイズンピルや第三者割り当て増資を行うなどの防衛策を実施したが、 同年10月の楽天による株式の大量取得を防ぐことはできなかった。しかし、2009年4月の認定放送持ち株会社への移行に伴い、特定株主の出資比率が3分の1に制限され、楽天は経営権の取得が不可能になったことから、同年3月31日、東京放送に対し、 保有全株式の買い取りを請求し、楽天による一連の経営権問題は収束した。系列放送局各社に関しては、ジャパンニュースネットワーク、ジャパンラジオネットワークの項目を参照。東京エレクトロン株式会社、株式会社キッズステーション、株式会社スカパー J サットホールディングス、株式会社パスコ、ジョックダン株式会社、その他、 JNN 各社を含む70社程度に出資している。また、過去には、キングレコード株式会社、E、モバイル株式会社にも出資していた。2002年1月26日から2011年12月2日まで、セリーグ所属のプロ野球チーム、横浜ベイスターズのオーナー会社であった。同球団との関わりは古く、1960年に、 全身の太陽球団と独占契約を締結して、放映権を獲得した。これは、日本テレビの後楽園球場独占に対する対抗策として行ったものであり、富士テレビやネットテレビ、NHK には各局が持つ放映権と引き換えの条件付けで開放した。その後、前述の各局が放送できない年数試合については、日本テレビ、 東京12チャンネルにも開放した。しかし、1975年にネットテレビが太陽球団のテレビ独占中継権を獲得。これにより一部のカードは1978年までネットテレ朝経由での放映権購入となる。ついで1978年にラジオの巨人戦中継権がらみで日本放送が太陽球団のラジオ独占中継権を獲得した。 ため、TBS テレビラジオの優位は崩れた。なお、同年10月に国土計画が45%保有していた太陽球団株を放出することになり、約15%を引き受ける。1992年に横浜ベイスターズに球団名を変更した同球団を2001年オフにオーナー会社であったマルハが手放すことになり、当初、 日本放送が買収することとなっていたが、野球協約に抵触していたために、東京放送及び BSI がマル派から株式を取得して、オーナー企業になった。上述のように、東北楽天ゴールデンイーグルスのオーナー企業である楽天が、東京放送株の取得を進めていた時期があったため、野球協約の規定により、球団を手放す可能性があった。また、当時は、 優先などが、球団買収に触手を動かしていた。結局、楽天絡みの懸念は払拭されたものの、肝心の球団経営に失敗したため、DNA に持ち株の大部分を上として、球団経営からは撤退した。親会社で亡くなった2012年以降もベイスターズの株を保有しており、テレビラジオ中継を継続してきた。しかし、ベイスターズ戦を含む、 プロ野球のラジオ中継からは2017年シーズン限りで撤退し、現在はテレビ中継のみ継続している。ありがとうございます。